はい、おはようございます。タカです。昨日はもう注目の CPI、総合の方が若干下振れですかね。 2.9% ということで、かなり久しぶりにこう 2% 台に入ってきたということにはなったわけですけども、まあ下振れでしたんでね、ドル売られるかなと思ったんですけども、初動がドル買い、その後はさすがに売りは入ってきましたけども、まあ、再び売られたところはこう買い戻されたりと、若干のドルの底堅さというのは昨日は見られたようには思います。まあ、このあたりはチャートの方で見ていくとして、まあ、売られるべき環境の時に売られなかったということで、少しドルは買い戻しの動きに警戒はしたいところですかね。ただ、今回の CPI、若干こう反応が鈍いところがあったのかなと、もう少しこう動いてもいいのかなというふうに思ったんですけどね、まあ、意外とこう動かなかったというか、まあ、反応は鈍かったように思います。まあ、今日もたくさんの指標はあるわけですけども、CPI でこう反応が鈍かったですからね、今後、この相場の反応というのはね、少しまあ鈍くはなってくるのかもですね。ここ最近まあかなりこうボラの大きな状況が続いていましたけども、まあ、ようやくこう落ち着いてくる気配は見えてきたかなというところ。とはいえ、まあそれでも昨日もね、それなりにこう値幅はありましたので、すぐにビタッと止まるわけではないですからね、まだまだ荒い相場というのは続いてくるんじゃないかなと思いますね。ただ大きな流れはなかなか出にくい環境になってくるのかもですね。まあ、これを踏まえて各チャートを見ていきたいと思います。まずこちらがドルインデックス、1時間足に冷やしを重ねています。ドルは下落トレンド、まあ、ドル弱いと見ているんですね。ただ現在は流れが止まっています。僕は調整局面見てるわけですけども、昨日ですけどもドル売られる場面もありました。シビアで下振れでしたんでね、まあ、売りが入ってくること自体はもうおかしくはないと思うんですけども、結果的にこれ抜けなかったですから、まあ、抜けてくれば、まあ、下落トレンドはこうやって見えてくるわけですけども、抜けなかったですからね、まだこれはサポートが見えてる状況かなと。流れが止まっていて、まあ、そして今の現在地、まあ、調整レンジを見てるわけですから、レンジの安値圏なわけですね。売りが入ってこなければ、まあ、買い戻しの動きに備えないといけないということにはなってきそうです。ただ、まあ、抜けなかったとはいえ、まあ、冷やし今の時点ではまだこれ陰線なんですね。売りが入っているのは事実なわけで、今日も売りが入ってしまうところはブレイクにもなってきますからね、下に抜ける動きにもまだまだこれ警戒は必要だと思いますね。現状僕はまだこの調整レンジを疑っています。CPI でブレイクしてくれれば分かりやすかったんですけどね、ブレイクせずということで、引き続きこのレンジを強く意識して見ていこうかとは思います。はい、変わりましてこちらが円指数になります。1時間足に冷やしを重ねています。まあ、円指数も上昇トレンドが止められて、現在調整局面見てます。レンジ相場ですね。特にここ最近はレンジの安値圏で、もう少しこう別の小さなレンジなんかも作っていると、まあ、安値圏での攻防ですかね、押し目買いを見ていく環境に対して高値からの売りのトレンド、戻りがなかなか入ってこないですからね、戻り売り、見えてくることになるかもしれませんね。こういった買い取りとの攻防というのを今ここで見ています。これも昨日の CPI で決着がつけばよかったんですけども、現状まだこれ決着ついてないですね。ただ現状僕はこの調整局面を疑ってます。抜けてくれば話変わってくるんですけど、抜けてない以上はまあレンジの安値圏、なかなかこう反発もしてこない、リバウンドも入ってこないということで、まあ、上値の重さを相当感じますけども、ただ抜けてこない以上は今日もレンジを意識して見ていこうかなと思います。まあ、若干の円買いですかね。ただまあ誰がどう見てもこのあたりはもうサポートが見えてきていますからね、割れる動きには十分注意はしないといけないということにもなってはいますね。はい、変わりましてこちらが通貨の強弱チャートになります。昨日は CPI がありましたんで、ドルや円に方向が出てくれればよかったんですけども、現状はまだこの方向が、トレンドは出ていないように感じますね。一方で他の通貨に目をやると、まあ、昨日これユーロが強かったんですけども、このユーロ昨日突然強くなったわけでは実はないんですね。まあ、8月に入ってからずっと底堅い、ついにまあ昨日はしっかり買いが入ったことで、まあ、高値抜けてきてるんですね。このユーロの強さはかなり注目だと思います。まあ、ユーロ強いわけですからね、弱い通貨が見えてくると、通貨ペアとして面白いと思いますね。例えばこう円に売りが入ってくるならユーロ円、ドルに売りが入ってくるならユーロドル、ここ最近で言えばポンドが弱いですからね、まあ、ユーロポンドあたりを見ても面白いかもしれません。あとは一昨日ですかね、思わぬ買いが入ってきて、おと思わせたこの5ドルですけども、昨日売りが入ってしまいました。ここで売りが入ってしまうと上値の重さが見えてしまいますから、まだ僕は調整局面を疑っている状況です。このあたりはチャートの方で、詳しく見ていきたいと思います。はい、ではこちらがドル円の1時間足、冷やしを重ねています。ドル円は下落トレンドが見えていますけども、現在は流れが止まって調整局面、レンジを見ているわけですね。現在地はこのレンジの高値圏を見ていますけども、まあここ何日間かこの高値圏で再度足場を作っている状況ですよね。
まあ個人的には昨日の CPI で、この小さなレンジぐらいはもうブレイクしてほしかったですけどね、ただブレイクせずということで、赤い下落トレンドの戻り売り環境、これが僕のメインシナリオにはなってくるわけですけども、ただ弱ければこの辺りもすでに売り入ってると思うんですね。ただ下がろうと思ったらこの買いが入ってくるという状況があるからこその、まあ、この高値圏の足場だと思いますので、しっかりまあサポートは見えてるんでしょうね。まあ、このまま抜けてくると、まあショートはたくさん入ってるでしょうから踏み上げの形にもなりそう。まあ、チャートとしてはやっぱりまあ売り場みたいところですけども、なかなか下がってこないですからね。まあ、ちょっとこう気になる動きにはなってきてますね。ただ昨日の CPI、これで決着つかなかったので、まあ、今までこうかなりボラが大きな状況は続いていたわけですけども、まあ、昨日の CPI でも反応鈍かったですからね、まあ、そろそろこう値動きも収まってくるのかもしれません。そうなるとまあこのレンジもうしばらく続いてしまうのかもしれませんね。はい、こちらが15分足、4時間消化されています。まあ、冷やしの調整レンジをこんな感じで見ていたわけですけども、このあたり、さらに小さなレンジ。何気にも1週間近いですかね、ずっとこの高値圏で足場を作っています。小さいとはいえ上下で2円ぐらいのレンジ幅にはなっていますから、まあ、この中を行ったり来たりしている分にもそれなりのこう値幅というのはあるわけですけども、まあ、現在地がちょっと中途半端なところですかね、レンジのど真ん中ということで、さすがにまあこの位置から買いが入っても売りが入っても特にこう驚きもないということで、まあ、難しい位置にはなっていますね。あとは昨日の CPI、まあ、このあたりの動きになってきますけども、まあ、下に上にとかなりこう振った動きにはなっていますけども、ちょっとまあこれも方向がないですよね。高値抜けるとか安値割れるとか、まあ、そういった動きを期待はしていたわけですけども、決着つかずと。まあ、CPI で決着つかなければ、何で決着がつくのかなという気はしますけども、まあ、8月といえば夏枯れ相場、どんどんまあ換算相場になってくると余計まあこれブレイクは難しくなってくるかもしれませんので、しばらくはこの146、これが下のサポートですね、上の抵抗148、上下2円のレンジというのを見ていくことになるかもですね。まあ、個人的には、まあ、冷やし環境のこの緑枠ですね。もう一回り大きなレンジを見ていたわけですけども、まあ、なかなか動いてこないですからね。まあ、当然これ、頭に入れときますけども、もう少しこの小さなレンジですね。青いレンジを今後は見ていくということになってきそうです。今日いよいよ、やれることはちょっとこう少ないかもしれませんね。はい、ではこの後はドルその3通貨を見ていこうかと思いますけども、ドルが上値が重かったですかね、ただ安値、抜けなかったということで、底堅さも見えています。まあ、つまりこう上下に動いているだけで、なかなかまあ大きな動きになってこないということになるわけですけども、こちらユーロドルになりますけども、これユーロに買いが入ったんですね。その結果これ高値抜けてきました。このあたりの抵抗帯というのが見えていました。 1.09 の真ん中ですかね。ただこれはもうブレイクしてきてますから、もうこれは上昇トレンドを見ていくということになってきそうです。火曜日水曜日でもうこれは明確なブレイクと。まあ、ドル動いてないんですけどね、まあ、ユーロに買いが入ってきているということですね。そしてまあこのユーロ、昨日おととい突然強くなったわけではないんですね。8月に入ってから基本的にこのユーロずっと底堅いですから、まあ、あまりこの環境にも逆らいたくはないところですね。まあ、ユーロ買いというのは強く意識して今後も値動きを見ていこうかと思います。はい、変わりましてこちらがポンドドル、1時間足に冷え消化されています。このポンド、昨日一昨日でちょっとこう指標がたくさん出てきたんですけどもね、ただなかなかまあ上値が重い状況相変わらずですね。加えてドルもなかなかこうトレンド、大きな流れが出てこないですから、まあ、下落トレンドの戻りの高値、これ抜けてくればもう買いもね、見えてくるような状況だったんですけども、まだ抜けてないですね。まあ、抜けてない以上はここをバックに、売りを見ていく流れも出てきそうで、ただ貯金では強いですからね、上昇トレンド、押し目買いなんかもありそうですね。そうすると、まあ、ここで、買い取りとの攻防、調整局面は出やすくなってしまうのかなと。まあ、少なくとも昨日、おとといの高値、1.28 の後半あたり、このあたりは一旦の抵抗体として、まあ、強く意識はしていくことになりそうです。まあ、8月に入ってから、途端にこう、ポンドに弱い流れが出てきたんですけども、この弱い流れも、まあ、あまりこう、印象変わらずでしたね。今回の指標、もしくは CPI でね、こう流れが変わってくればとは思ったんですけども、流れ変わらずと、ということは今後もポンドの割れの重さとか、まあ、このチャートの弱さとかですかね、まあもちろんこれ抜けてくれば話変わってくるんですけども、まだ抜けてないですからね、このチャートの弱さはしっかり見ていくと、ユーロとはもう随分環境が違いますね。はい、変わりましてこちらが5ドルドル、1時間足に冷え消化されています。この一昨日の回ですね、まあ、これがちょっとこう気になるところで、僕はこのあたり調整局面見ていました。フィボナッチなんか当ててあげると分かりやすいかと思いますけどね、まあ、こんな感じで、調整を疑ってたんですね。ですからまあこのぐらいのサイズ感の調整レンジを見てたんですけども、まあ、こうして見ると抜けてますよね。
下落トレンドの戻り売り環境を見ていく中で、こういったところの底堅い動き、あとは上昇トレンドも短期的に見えていますし、さらには抜けてくるとなると、押し目買いを見ていくということにはなってくるわけですけども。ただ先月から豪ドルはかなり弱かったですからね、少々買いが入った程度では環境変わってこないのかなというところで、昨日売りが入りましたんでね、一旦僕は上値の差やっぱり見ていきたくなりますね。はい、あとは迷った際には上位足ということで、こちらが4時間足、週足を重ねています。週足環境、この高値、抜けてきた上昇トレンドに対して押しが深く入っています。この押しはもうすでに、サポート割ってるんですね。ですから今のメインシナリオはこの売りのトレンドですね。今週、先週と強い戻りが入ってるんで、戻り、入ってるわけですけども、これは下落トレンド見てるわけですから、戻り売りを見ていくということになります。今週の週足ですけども、すでに上髭もかなり長くなってきていますから、環境としてはやっぱり売り目線でまだ見ていってもいいのかなというふうに思います。ただこの位置からもう一度買いが入ってくると週足環境でも少しこう強い流れが見えてきますから、ギリギリのところですかね、このあたりから買いが入ってくると、ショートを見ていく場合は少し苦しくなってくるだろうと。今のところまだ上値の差を僕は個人的には見ていこうかなとは思います。はい、ではこの後は黒線の3通貨を見ていこうかと思いますけども、円相場は昨日もちょっとこう暴れましたけども、結果的には方向感なしということで、相変わらずの調整局面、ということは黒線もこの調整局面に付き合わされやすい環境ということになります。まずこちらがユーロになります。1時間足に冷やしを重ねています。下落トレンド見えてますけども、現在やっぱり流れが止まってますね、調整局面。現在地を見ていくと高値圏かなと思いますから、あえて見ていくんならやっぱり売り目線かなというところなんですけども、問題がこのユーロですね、とにかくこのユーロ強いんですね。買いが入ってきてる、下落を見ていくためにはこれね、円の方に買いが入ってほしいというのもありますけども、ユーロにも売りが入ってほしいわけで、ただ今ユーロは強いわけですよね。調整局面、まだ見ていけるような状況かなとは思いますけども、ただユーロを売っていくにはちょっとこう環境が悪い。ショート見ていくということは円買い環境ですからね、弱い通貨はやっぱり見たいところですかね。そうなると他に見るべき通貨はあるだろうということにもなりますから、ユーロ円に関してはショート目線で見ていくような環境ではそもそもないのかなというふうにも思います。むしろ逆ですかね、今は円の強さをまだ見ていますけども、円の方に売りが入ってくるならユーロの強さが効いてきます。環境が変わって円の方に売りが出てくるなら、こういった上昇トレンドをしっかり見たくなりますね。はい、変わりまして、こちらがポンド円。1時間足に冷え性を重ねています。一方で、ポンドは上値が重い、売りが強いですね。となってくると、下落トレンドの調整局面、レンジを見ているわけですけども、黒線の下落を見ていくんであれば、ポンドの弱さが効いてくる、このポンド円に注目をしたくなります。現在地、調整局面見ていくんなら、高値圏かなという気はするんですね。高値圏なんであれば、高値バックに、売りを見ていくと。ただこの5日間ほどですか、なかなか売りも入ってこないので、下がれば買いが入ってくるという状況もあります。下落トレンドの戻り売り環境、起こるメインシナリオに考えていますけども、ただ高値を抜けてしまったら上昇の波が見えてしまいますからね、189円あたりですか、このあたりをバックに、抜けてきたら諦めると、この高値をバックに売り場を探るということになってきそうです。はい、変わりました。こちらが豪ドル円。1時間足に冷え性を重ねています。こちらも下落トレンドの戻り売り環境ですかね。調整局面を見ています。特に豪ドル、ここ最近リバウンドそばで買いが入っていたんですけども、それでも抜けてこないということですから、相変わらずこう上値の差を感じるところですね。98円というのが一旦の抵抗体ですかね。まだ抜けていないということで、このあたりをバックに、高値圏からの売りは見たくなるところ、もともと下落トレンドも見えてますからね、メインシナリオ、戻り売りを見ていこうかと思います。ただ、ポンド円と同じですね。高値を抜けてくると、これは環境の変化につながってきそうですから、ショート見ていくなら一旦この高値をバックということにもなっておきそうですね。はい、ではこの後は株式市場、金相場の方を見ていこうかと思いますけども、昨日の CPI で決着ということになればよかったんですけどもね、こちらがニューヨークダウの CFD、1時間足に冷え性を重ねています。昨日ですけども株、しっかり買いが入ってきています。ドルが売られたというのも大きいんですかね、下落トレンドがここに見えていて、戻り売り環境だったと思うんですけども、これが戻り売られなかったといった流れ。短期の上昇トレンドが別に見えてきたかなといった形ですかね。ただそもそも僕はもうダウ平均というのは強さを見てるんですね。もうこれは何度も言ってますけども、チャートを小さくしていくと、ここというのは結局のところレンジそばに過ぎないんではないかなと。確かにこの辺りはね、ちょっとこう売りは強く入りましたけども、安値をまだ割れているわけでもないですから、サポートされたらまた買いが入ってきやすい環境はあるのかなと。
ただまあ今の現在地が問題でね、調整局面見ていく場合は、過去に抵抗になっていたところに今もぶつかっていますから、まあいくら強い流れを見たいとはいえ、ここで積極的に買うかどうかは別問題でもいいのかなとも思います。まあ、すごくこうチャートの強さ感じますから、高値圏だからといって売りを見ていく必要もないのかなと思いますけどね。ただ買いはまだ慎重に見てもいいんではないかなと思いますね。押しを拾うを考えていきたいですね。はい、変わりまして、こちらが日経平均の CFD、1時間足に平準を重ねています。日経平均は思ったよりもこう強い流れが出ているんですね。下落トレンド、この戻り売り環境を僕はメインシナリオとして見ていたわけですけども、特に一昨日ですか、しっかり買いが入ったことで、少し上昇トレンド、まあ、短期の流れが見えているんですね。昨日は高値更新なかったですから、上値の差は少し見えています。このあたりを調整局面と見ているんですけども、これをブレイクと見ていくのかどうかですね。まあ、なんとも悩ましいところですけども、ただ戻りの高値、高値を抜けてくるとこのあたりまでの上昇というのが見えてきますので、36,500 円あたりですかね、この高値を抜けてくるかどうかは大きなポイント。まあ、つまり昨日、一昨日あたりの高値を抜けてくるかどうかは大きなポイントということにもなってはきそうです。まあ、個人的には抜けてますんでね、まあ、相当慎重にならないといけないですけども、まだちょっとこう売りは意識したいところですかね。はい、変わりまして、こちらが金の CFD、1時間足に平準を重ねています。まあ、金はもうものすごく強いですね。ただ調整局面、レンジ相場の高値まだ抜けていないという状況です。まあ、すごく強いとは思いますけどね。ただこの位置から積極的に買う必要も全くないかなと思うんですね。まあ、明らかな高値圏です。抜けてきてもおかしくないと思いますけども、抜けるかどうかはわかりませんので、まあ、シナリオとしてはこう押し、昨日なんかもそうでしたけどね、こういった押しを丁寧にまあ拾っていくという環境を常にこう考えればいいのかなと。昨日は強めの売りがちょっとこう入りましたけども、環境としてはまだまだまあ高値圏かなと、もう少し引きつけたいところですかね。チャートは僕はすごく強さを感じます。サポートが見ればもちろんロング、買い場を常にこう探って見ていきたいですね。はい、ということで、まずはドル円ですけども、CPI の結果、動きが出てくれればよかったんですけども、動きなしでしたね。直近の高値安値、どっちも抜けていません。現状は調整局面見ています。このあたりはレンジの高値圏ですかね。今もこう、若干買いが入ってはきてるんですけども、高値抜けてくるまでは、まあ、高値警戒感は持って見ていこうかなと。あとは環境は下落トレンドですからね、シナリオとしては戻り売りを見たいなと。ただ何日間もこの高値で足場を作ってますからね、なかなかまあショートは入ってはいるんでしょうけども下がってこないという状況もあります。こういった状況で高値抜けてしまうとショートの買い戻しも強く出てきてしまいそうで、まあ売り目線ではあるんですけどね、高値ブレイクしてしまったらこれはもう一旦撤退ですね。つまり148円あたりがブルビアの分岐点、強いならば抜けてくるだろう抵抗体ですね。まあ、このあたりはしっかり見ていこうかと思います。はい、あとは円相場になりますけども、これも調整局面、レンジを強く疑っています。昨日で決着になればよかったんですけども、決着つかずと、現在地まだ安値圏ですかね。これもギリギリのところですよね。抜けてくると流れも出てきそうな場所になるんですけども、ただまだ抜けていない、抜けていない以上は調整局面の安値圏意識したいところです。ただまあリバウンドもね、いつ入ってもおかしくないような環境だったと思うんですけどね、ただなかなか買いが入ってこないということは、まあ、明らかな上値の差があります。こういった状況で下に抜けてしまったら流れが出てきてしまいますので、まあ、円買いを見ていく際には抜けた動きに、あまりこう付き合わないようにしないといけないですね。はい、あとはこちらドルインデックスになりますけども、ドルインデックスもまだ調整局面ですかね。今ちょっとこうユーロも動いてきてますんでね、少し分かりにくい動きになってきてますけども、ただ現在地まだ安値圏、抜けてはいないようには見えてしまいます。もちろん抜けてくると下落トレンド、波が見えてしまいますから、この動きにはもう警戒はしないといけないですけども、まあ、昨日もそうでしたけどね、下髭つけた形でサポートは見えています。サポートが見えている以上はなかなかまあ安値圏ですから、売りにくい場所にはなってくるかと思うんですね。まあ、ドル売りを見ていく際にはちょっとこう場所が悪いですから慎重に。ただ直近の流れだけを見ていくんであればドル結構こう弱いですからね。まあ、この上値の差は気をつけた方がいいように思いますね。昨日で大きなイベント、CPI を通過しましたけども、まだまだ細かな指標はたくさんあります。今日は特に、失業保険の申請件数ですね、この保険、雇用関係の指標というのはここ最近こう強く反応しているところになりますんで、まあ、CPI がいまいちこう反応鈍かったんでね、景況感関係の指標に関してはちょっとこう鈍い反応になってくるかもしれませんけども、雇用関係まだわからないですからね、警戒はしたいと思います。今回は以上になります。それでは今日も頑張っていきましょう。